神谷城ジャンクションは、愛知県名古屋市名東区上、社4丁目にある、名古屋第二環状自動車道本線と支線と接続するジャンクションである。神谷城ジャンクションのランプ配置三差分岐のジャンクションで、南北に走る名古屋第二環状自動車道本線に、名古屋 IC 方面の連絡路が東側に分岐する構造である。当 JCT は、 国道302号と東山2の交差点上に設けられた高架構造のジャンクションである。名古屋第二環状自動車道東北部は半地下構造であるが、東 JCT の北300メートルほどのところで高架構造となる。1965年頃の構想時点では、東西に名古屋高速、南北に名古屋環状2号線専用部が交わる四差分岐の ジャンクションであった。しかし、名古屋高速の建設ルートをめぐって、沿線住民の意向に配慮した結果、1976年11月の都市計画変更で、四谷出入り口名古屋 IC 館が廃止されたことで、名古屋高速の上や白接続もなくなった。これを受けて、名古屋高速と名古屋環状2号線の新たな接続先として高張りが選定された。 1978年12月には、名古屋環状2号線専用部の名古屋 IC、名古屋西 JCT 間における基本計画決定を受けて、現状の三差分岐のジャンクションとなった。1993年12月に、名古屋第二環状自動車道名古屋 IC、勝川 IC 間の開通とともに、当ジャンクションがオープンした。ただし、設置時には、 南側の高張 JCT 方面が未開通であったため本線の一部として機能した。分岐の機能を持つのは当 JCT、高張 JCT 間が開通した2003年3月からである。2011年3月20日に名古屋南 JCT、高張 JCT 間が開通するまで当 JCT を南進すると名古屋高速2号東山線春岡まで出口がなかった。 完成後も、名にカンクスの木 JCT 方面は、伊見山 IC、名古屋南 JCT 方面は、上田 IC まで出口はない。ありがとうございます。